こんにちは、リョーコバーバです。今回はここに毛糸ピッコロなんですね、浜中さんのピッコロなんですけども、この糸で動画にアップする作品を作ったんですけども、作るまでの過程、試作をしますよね。それでいくつかね、試作をして完成までの作品をね作ってるので、それをちょっと説明していこうかなと思います。そして最後に自分が納得したね、出来上がった試作を次の時に動画でアップしようかなと思って、今回は編み方動画ではなくて試作編んだもののちょっと説明っていうかな、それをしようかなと思います。こんな感じで編んでるんですけども、これを見ただけでは何か分かりませんよね。私が編みたいのは雪うさぎなんですよね。で、雪うさぎを編みたいんですけど、まあ丸で編んだらまん丸になるので、ちょっと長細くしたかったので楕円でしたんですけども、楕円でしてもこう細長くはね、若干細長いんですけども、自分の思った通りの長さじゃないので、これはもう耳を作る前に却下しました。なぜかというと、楕円でも、鎖編みを3目、4目編んで1目立ち上がるから、この鎖編み3目の中、3目で楕円を編んだんですけども、これがいまいちね、こうもう少し細長い方がいいかなと思って却下しました。そしてこの後ろの尻尾ですね、尻尾を見立ててポンポン作ってここつけたんですけども、なんかポンポンいらないなと思って、もうこれはもう最初から長さも楕円の長さも足らないし、まず編んだんですけども却下しましたね。目はね、仮止めだから後でね、また外して付け直せるんですけども、もうまず最初に楕円の長さが短いということと、尻尾がちょっと気に入らないなと思って、いらないなと思って、まず最初これ却下ですね。こんな感じで編んだんですけどね、目数は大体一緒なんですけど、次に編んだのがこれですね。これはもうほんと雪うさぎみたいになってるんですけども、形がね、楕円でちょっと長く、ね、長さがちょっと楕円、長さができたんですけども、長編みを、鎖編みを3目から6目倍にしました。鎖編み6目で楕円を編んで、長さ的にはね、このくらいでいいかなと思ったんですけども、目もね、こっちとしたらちょっと大きさがね、ちょっと大きいので、目の大きさもこっちが 4.5 ミリでこっちが5ミリですね。ちょっと大きい目をつけていいかなと思ってしたんですけども、なんとなくこう、楕円は楕円なんですけど、形がね、なんとなく気に入らなくて、これもちょっと編み直そうかなと思って、目数をね、次調整しようかなと思って、これも却下しました。で、耳ですね、耳も葉っぱのようにこう尖らせて編んだんですけども、編んでつけて家族に見せたら、耳は尖らせないで丸い方が可愛くないって言われて、ああそうねって、こう自分の中ではこうイメージがもう凝り固まっているから、これでいいな、耳もこれでよしと思ってね、編んでつけたんですけども、丸の方が可愛いんじゃないって言われて、ああよく考えたらそうねと思って、これもちょっと耳もつけた後に、これじゃないなと思って却下しましたね。で、耳も葉っぱを編むときは裏の方で糸始末ぐる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 するんしてからピンってさせるんですよね、葉っぱ作るときは。だけど最初耳を丸ぐるぐるして糸始末をしてピンとさせてたんですけども、
こうやっぱり上の方がこう少し上がった方がいいかなと思ってこれ作ったんですよね。だからぐるぐるこう先糸始末をこの辺でこうしないで、途中でね、もう先の方は何もいじらずに、先から1センチ手前ぐらいで糸始末、この辺でぐるぐる糸始末をしてから、ちょっと後ろがね、こう曲がるような感じでしたんですけど、いや、まっすぐで丸の方が良くないって言われて、あ、そうかなと思ってね、あの自分のね、満足したのに、こう自信が持てなくて、まあ形もね、いまいちだったので、これも却下しました。そして、ま、今度は編み直したのがこれなんですよね。3つをねこうよく見たらやっぱり最後に作った方が作ったのがねなんとなくこう雪うさぎっぽいかなと思って、あ、これだったらいいかなと思って耳もね丸くしました。ここもね丸くして、こっちは尖らせてるんですけど、あ、丸の方がやっぱり可愛いなと思ってこれにしました。で、横から見てもこっちはなんとなくボテってした感じなんですよね。全体的にバラあの目数を増やしているので、あの形が全体同じなんですけど、こちらは前の方をねちょっとシュッてしたかったし、後ろをねぷくっとしたかったんですよね。だから後ろの方編む途中で目数を一目ずつ後ろの両脇で増やして、それを2段ほどだから2段で4目増やしたんですよね。そして減らし目して、減らし目はこちらと同じなんですけども増やし目した分を下の方で調整して、あのこちらと同じようにね減らし目したんですけども、なんとなくこっちの方がで綿の詰め具合でも前の方をちょっとねさっきも言ったようにシュッとしたかったので、ちょっと心持ち少なめに前は入れて、両脇と後ろの方はちょっと多めに詰めてこんな感じで仕上げました。目数をちょ若干変えるだけでもこう形としてねあの違うんですよね。こう見た感じはそんなわからないんですけど、画面でね見た感じはどんなかわからないんですけども、自分が手に取ってね近くで見たらこう全然違うなと思って、あの3個目でやっとこうね動画にアップする、あ、動画にねアップできるようなこう自分でね満足した雪うさぎができたので、次はね3個目にできたこっち満足した方を動画にしようかなと思ってるんですよね。で、口も目はねこっちと同じ5ミリですね。で、口も刺繍糸で、この辺もねどうしようかな、鼻も口もつけるのをやめようかなと思ったんですけども、なんかね目だけじゃこう殺風景かなと思って、目だけではね殺風景かなと思って、口もね刺繍糸の赤っぽいので刺繍ちょっとね口をつけました。そして目の下ほっぺのところにチークを入れました。頬紅をねこうちょっと伸ばして、そしたら可愛いなと思って、こんな感じで次の動画のね作品が出来上がりました。で、耳を変えたのと編み目を増やしたのと綿の詰め具合を後ろ両脇と後ろをちょっと多めに、前の方はちょっと少なめに入れて形を整えました。こんな感じでね、次はこっち最後に3個目にやっとこう満足いくねあの雪うさぎができたので、こちらの方を動画にしようかなと思います。まあ意外とねこれだけまんこう丸くなってるので編み方はね簡単なので、次の動画で次の動画でね作り方を載せようかなと思います。こんな感じで作品作りの流れを今回はねちょっとご紹介しました。
簡単にできるかなと思ったんですけどね、なかなかこううまくこう自分がね納得できるようなこう作品を作るのに、やっぱりちょっと時間はねかかりますね。簡単にできるかなと思ったんですけど、こんな感じで3個目でやっと納得のいく雪うさぎができました。ではね、次回の動画は作りたい、これをねこっちの3個目にできたのを作り方をね動画にしようかなと思います。では今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。